れで穴を塞ぐなんて無茶な作戦だ。エレンが食われるかもしれない。もしそうなれば何もわからないままだ。ああ、いざとなったら俺の巨人で何とかするしかなさそうだ。でも作戦が成功したらせっかく開けた穴が塞がれてしまう。構わねえさ。この5年間ずっと探してた手がかりをようやく見つけたんだ。おい、二人とも一体何の話をしているんだ。俺の巨人ってなんだよ、ライナー。せっかく開けた穴って言ったのか、ベルトルト。マルコ、今の話は冗談だ。気は確かか？君らしくないな。作戦に集中しろよ。見ろ、巨人が迫ってる。行くぞ。エレンは巨人に変身した。人間は巨人になれる。突然現れて突然消える超大型巨人の正体もおそらく人間ってことになる。つまりどこかに人の姿をした敵の巨人がいるってことだ。それはライナー！ライナー！何を？ライナー、冗談なんだろ。いや、マルコ、お前は察しがいいからダメなんだよ。誰か！アリ、助けてくれ！どういうこと？ライナーがおかしいんだ！助けてくれ！俺たちの会話を聞かれた。もう生かしてはおけない。ふざけるな、セアロ！巨人だ！こっちに来る！アリー、マルコの立体起動装置を外せ。は？早くやれ！で、私が。お前、さっきコニーを命張って助けてたよな。なぜあそこでそんな危険を犯した？この悪の民族に情が移っちまったからか？違うってんなら今ここで証明してみせろよ。お前とお前の帰りを待つ親父が汚れた民族と違うって言うんなら今すぐ証明しろ。ライナー、もうすぐそこまで来てるぞ。アリー、うわー、やめろ。アリー、やめてくれよ。なんでだよ。アリー、それでこそ戦士だ。アニー、よくやった。ライナー、どうする？まだだ。やるなら集まってからだ。そうか、あの時は巨人が集まるのを待っていたのか。待ってくれ。なんだよ、なんでそんなに急ぐんだよ。まだちゃんと話し合ってないじゃないか。なんで？マルコが食われてる。